ブルーノ・バウアー、ブルーノ・バウアー、ブルーノ・バウアー1809年9月6日から1882年4月13日は、ドイツ出身の神学者、哲学者、歴史学者、青年ヘーゲル派の代表的な存在である。無神論に基づくキリスト教、ユダヤ教などへの宗教批判など、その鋭い視点から多くの著作を表し、青年ヘーゲル派の主導的役割を果たした。 若きカール・マルクスも、バウアーの影響下で、ヘーゲル哲学を学んだ。唯一者の思想を展開したマックス・シティルナーとの関係、そして無心論的な思想、国家と宗教の分離、ヨーロッパ世界の崩壊の予言は、フリードリヒ・ニーチェの思想へ繋がるものを思わせる。なお、弟のエトガー・バウアーも、青年ヘーゲル派を代表する思想家である。バウアーは、 ザクセンで陶磁器の彩色職人の長男として生まれた。彼は聖職者として身を立てるように職望され、ベルリン大学へ進学。当時、ドイツ中でブームを巻き起こしていた大哲学者ヘーゲルの講義を聞く。若干20歳にして、カントの美学論に関する論文を執筆。ヘーゲルに絶賛される。ヘーゲルが1831年に死去したが、 1834年には、学位取得と同時に、進学部で講師として教壇に立つ。この頃は、忠実なヘーゲル学と、つまりローヘーゲル派として、ヘーゲル哲学について、講じたり、マールハイネッケラと共に、ヘーゲルの宗教哲学の編纂に従事したりしていた。1839年には、ボン大学へ移籍。私、講師として講義した。1841年、 バウアーは、著作、無神論者、反キリスト教徒ヘーゲルに対する最後の審判ラッパで、神への信仰は普遍的自己意識の獲得を阻害するとして批判し、また新生同盟家のドイツにおける教会と国家の結合を批判した。しかし、プロイセン王国政府の検閲によってバウアーは1842年春に、ボン大学講師職を剥奪された。 無心論的な立場を表明したバウアーは、ベルリンのヘーゲル・サハラで構成された、グループ、フライエンの代表的な人物となり、フォイエル・バッハやシュティルナーなどと当時の国家、政治、胸について語り合った。同1842年には、教官服音詞家とヨハネの福音詞批判を発表。この頃から、ヘーゲル・ウハから決別、ヘーゲル・サハへと立場を変える。この書の内容は、 同じヘーゲル・サハ・ダーウィーシュトラウス、イエスの生涯、1835年の福音書を神話であるとする立場をさらに進め、キリスト教の福音書の内容を共感福音詞や、妻マまたイマルコルカによる自己意識、あるいはヘーゲルでいう主体的精神による創作であるとした。つまり、バウアーは、シュトラウスの立場より、キリスト教をさらに人間主体の産物であると主張した。 1843年の、暴かれたキリスト教デバウアーは、神への廃棄による思考喪失を批判して、キリスト教からの人間の解放を主張し、発禁処分となった。同年、社会主義者で無神論者のビルヘルムマルが、暴かれたキリスト教の宿役版を刊行した。後年マルは反ユダヤ主義を意味する、反セム主義、アンティセマティスメスを造語した。 ローマ教会を批判して、ドイツカトリック運動を起こした、シレジアの司祭をハネスロンゲを、ドイツ市民は理性を救う者として歓迎したが、バウアーは、理性は、自由な聖書解釈を行うとして、ドイツカトリック運動を批判した。またバウアーは、プロテスタントの自由ゲマインデイ運動についても、両方教会制度を批判せずに、愛と真理といった空ごを繰り返すだけで、ドイツカトリック運動と、 同じく聖書の自由研究をもとていないと批判した。バウアーは1850年代にも福音書や首都行伝、パウロ書館などを批判する本を出版した。暴かれたキリスト教を発表した同年1843年のユダヤ人問題でバウアーは、ユダヤ人への圧迫の原因は、ユダヤ教の偏狂な民族精神にあり、立法の命じる愚かしい儀礼が、ユダヤ人を、 歴史の運の外に置き、他の諸民族から切り離したとして、ユダヤ教徒が空想上の民族性にしがみつこうとする限り、ユダヤ教徒の解放はありえないし、それは、キリスト教が自分の特権を保持しようとす限り解放されないのと同じだと批判した。またユダヤ人は、市民社会の隙間に救い、不安定要素から暴利をむさぼり、普遍的人権を受け入れないし、 ユダヤ人は金融でも政治でも一大権力を欲しいままにしているとした。バウアーはすべての人間が宗教から解放されなければならないのにユダヤ人だけを解放の対象とみなすことに範囲を表明してユダヤ人解放論へ反論した。バルニコルはバウアーのユダヤ人問題は19世紀の最も知的で鋭い反ユダヤ主義の著作であると評している。 また1843年から1844年にかけてバウアーは傍観者である大衆に対して怠惰で自己満足であり精神の敵であると批判した。バウアーはモーゼス・ヘスたちの社会主義についても凡庸な宗教として社会主義者はすでにある労働者組織に追随しているだけだと批判した。シュティルナーは ヘーゲルの言う絶対精神を自我の所有するものと捉え、唯一者としての自我の哲学を展開した。それに対してバウアーは、ヘーゲルの言う絶対精神は普遍的自己意識であるとて、その獲得を主張したが、キリスト教がその障害になると捉え、国家と宗教の分離、政教分離を主張した。時代は反対性運動が怖高に叫ばれ、 1848年にドイツ三月革命が起きたとき、バウアーはこの普遍的自己意識の実体化にこだわり、中途半端な普遍的自己意識のままで反体制運動に参加している間を大衆と呼び、これを通列に批判した。革命の翌年の1849年に発表したドイツ市民革命論でバウアーはドイツ三月革命について、 市民階級が国王と妥協して労働者を締め出したし、フランクフルト国民議会も旧体制の連邦議会を再生たものに過ぎないと批判し、ドイツ市民を思考喪失者として批判した。また、1848年ドイツ革命では、フランクフルト国民議会副議長、リーサ、治安委員会議長フェッシュ法フ、ジーモン議員、ヤコービ議員など、ユダヤ人政治家が活躍した。 バウアーによれば、フェッシュホーフは皇帝位に代わって立ち、キリスト教を冗談とみなし、ウィーンをタルムードの占領権によって所有し、ジーモンを革命代表者とする憲章運動のドイツ、民族代表者を生み出せず、歴史の目印をドイツ人はユダヤ人に借りなければならないという主張は厚かましいと批判した。バウアーは、革命は新しいものは何も生み出さない。少なくとも、 その怒りの爆発の瞬間には、それは古い地の沸騰、歴史の仮想の堆積物の露出、新しい時代の中への古代の侵入に過ぎないと革命思想を批判し、ユダヤ人が革命に期待しているのは自分の古代、自分自身だけであるとした。これ以降、反ユダヤ主義思想を鮮明にしていった。バウアーはユダヤ的なあり方。 ジュダントムは単に宗教的教会だけでなく、人種的性質でもあるとし、ユダヤ人は、扁平足で下半身は、ニグロ同様弱いのでしっかり立てず、分厚い皮膚と炎症性の血液から、ユダヤ人は、白いニグロと言えるが、黒人の頑強さにも欠けており、我々は、ドイツのロークとドイツの地でもって築かれている、ドイツ国家の中のドイツに過ぎない。そして、我々は、ドイツ国家の名前を、 世界の最も不良化した者たちの構成施設として、貸すつもりは絶対にないと主張した。バウアーによれば、ユダヤ的なあり方、ジュダントムとは、現代の世界威力、キリスト教世界の均一化、一党派の支中にある議会の決定を指し、キリスト教徒の政治家が、その代表とされた。この頃には、ヘーゲル左派は事実上消滅し、バウアーは政治的、 歴史的著作活動を活発にする。ヘルマン・バーグナーの国家、社会辞典の編纂に協力、ロシアとゲルマン、1853年、ロシアとイギリス、1854年などを執筆。1853年のロシアとゲルマンでバウアーは、1848年革命以後、フランスは立憲主義から訂正主義へ変化し、訂正ロシアと対立し、 ドイツは統一に失敗して分立しており、ヨーロッパは分裂と対立の時代となったとし、また、イギリスのユダヤ人首相、ディズレーリ、フランスのユダヤ人銀行カフルドなどヨーロッパはユダヤ人に支配されており、ヨーロッパ諸民族の精神的宇宙は奈落に沈没したと論じた。1863年、バウアーは異教のユダヤで、ユダヤ人によるドイツの支配は、 人道主義的に軟化した瞬間に我々がユダヤ教徒を同等なものとして取り扱ったことにありキリスト教徒にその責任があるとした我々がユダヤ人に対して自らを防衛しなければならないことの責任は我々のみにとりわけ我々ドイツ人にあるユダヤ人が一時的に手に入れた勝利は彼らが戦い取ったものではなく我々が彼らにプレゼントしたものなのだ彼らではなく 我々こそが現代にそのユダヤ的性格を刻印したのだと述べ、しかし我々の責任であるがゆえに我々はまだ負けてはいないと述べた。キリストと皇帝たちではキリスト教はローマ定世紀のストア哲学の精神からユダヤ教を骨格として誕生したものとし、現代を紀元後一から二世紀のローマ定世紀にユダヤ人の長身がアウストス、ティベリウス、 カリグラ皇帝を通り巻き、ユダヤ教が勝利を誇っていた時代と重ね合わせた。晩年には、ビスマルク時代に関する手引きなどを表し、ヨーロッパ世界の崩壊という認識を示した。ディズレーリのロマン主義的帝国主義とビスマルクの社会主義的帝国主義などでビスマクやディズレーリを論じ、反ユダヤ雑誌の創刊にも関わった。バウアーは、初期、 マルクスの思想的先行者であると同時に、ヘーゲルサ派では最も近い立場にあり、後に孤独死したシュティルナーの意外を引き取り埋葬しており、また、世間から無視された孤独な頃のニーチェへの数少ない注目者でもあった。つまり、マルクス、シュティルナー、ニーチェという近代ドイツの思想の交差の不可言の消息を示している。没後出版、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。